ダダイズムは1910年代半ばに起こった芸術思想、芸術運動のことである。ダダイズム、ダダ主義あるいはタンにダダとも呼ばれる。第一次世界大戦に対する抵抗や、それによってもたらされた虚無を根底に持っており、規制の秩序や常識に対する否定、攻撃、破壊といった思想を大きな特徴とする。ダダイズムに属する。 芸術家たちをダダイストと呼ぶ。1920年ベルリンダダがブルヒャルトガローで大ダダミ本市開催ダダイスムの流れは第一次世界大戦の1910年代半ばにヨーロッパのいくつかの地方やニューヨークなどで同時多発的かつ総合影響を受けながら発生した。キャバレーボルテールでキュビスム風の格好をしたフーゴバル、ダダという名称は1916年に トリスタン・サラが命名したため、この命名をダダの始まりとすることもある。サラなどによって、チューリッヒで行われた、特にチューリッヒダダと言われる運動は、キャバレーボルテールを活動拠点として参加者を選ばない、先導運動的要素もはらんでいた。1918年に、チューリッヒでサラにより、第二宣言がなされる。同様の活動は、各大都市ごとにあったが、 1919年にサラはアンドレ・ブルトンに招聘されてパリに活動の場を移した。その後1922年頃にサラとアンドレ・ブルトンとの対立が先鋭化し、1924年にはダダから離脱したブルトン派によるシュルレアリスムの開始と前後してダダイスムは勢いを失った。数年後にサラとブルトンは和解し、サラはシュルレアリスムに交流した。 1945年頃、シュルレアリスムも収束した。戦後の復興期に、スイスでは4カ国語が併記される事情から、1950年代に、入るとスイススタイル等の発展が始まり、ヨゼフ・ミューラー・ブロックマンや、ポールランドが登場して、スイスは再びデザインの中心地に戻ってきた。これらの活動では、コーポレートアイデンティティなどの表現が見られる。 1965年にアーミン・ホフマンとエミール・ルーダーはバーゼル造形学校に教室を設立約30年間にわたって教育を行ったアメリカではダダの流れを組むニューヨークダダやニューバウハウスなどの土壌があったが1960年代にダダイスム運動が復興しネオダダと呼ばれハンゲージス運動として流盛した後のポップアートやコンクレーティズム コンセプチュアリズムなどへ分岐していった。この意味で第二次世界大戦以後の現代美術の震源地となったと言える。ダダイズムに立脚した写真表現も存在する。第一次大戦と続く第二次大戦を通じて形成された虚無感を背景に常識や秩序に対する否定や破壊といった感覚を表現の基調とする。ダダと呼べるような写真作品を残している。 代表的な写真家、美術家に、マンレー、クリスチャンシャド、マックス・エルンツと、ジョン・ハート・フィールド、クルト・シュビッタース、ハンナ・ヘッヒ、ラウル・ハウスマン、北園活絵などが挙げられる。ただに、特に多い写真表現としては、フォトモンタージュがある。単に写真を切り張りしたというコラージュというような、作品から、より緻密に一枚の作品に仕上げているものまであり、後者の作品は、 シュルレアリスムの写真へもつながっていく。複数の写真を組み合わせることにより、比較的に容易に意外性を生じさせたり、社会風刺ができるところに、ダダイストたちがフォトモンタージュを好んだ理由の一つがあると推測される。ドイツの画家ハンスリヒターは、1910年代半ばから1920年代にかけて、ダダイスム映画作品も手がけている。1920年、 万長報8月15日号に記事、ダダイスム一面間が掲載される。高橋新吉が1921年11月に辻潤拓を訪問し、ただについて辻に教授し、辻はダダイスとを名乗るようになる。1922年12月、ダダイズムを吉行英介が発刊。翌年1923年1月には、萩原教次郎、 坪井茂次岡本純川崎長太郎らが、赤と黒を創刊同年2月には、高橋新吉が、死臭、ダダイスと、新吉の歌を発表する。ダダは、一切を断言し否定するで始まる。同年7月には、村山智義柳瀬正さむ、小型かめらが名簿を結成し、翌年6月には、ゲ義ギムギガムプルルギムゲムが、玉村善之助。 橋本健吉、野川隆らによって創刊される。日本では1922年から1926年がダダ運動のピークとなった。ダダイスムは以降も中原中也坂口安吾、宮沢賢治など後半にわたって影響を与えた。戦後は1960年代にネオダダを標榜して、高松次郎、赤瀬川源平、 中西夏これらによるハイレットセンターが東京ミキサー計画などのハプニングイベントを遂行した。なお、ウルトラマンに登場した三面怪人、ダダのネーミングはダダイスムに由来するという。ちなみに、ブルトンの名を持つ怪獣もウルトラマンに登場している。ありがとうございます。